と大江ましい感じがしますが、17世紀の末頃にはまだシンフォニーと言われるものとコンチェルトと言われるものとの区別がはっきりしなかったんです。しかしトレンリー自身は曲の形式やスタイルの上で区別して、アレグロの楽章を前後に置いて、中間に遅いアダージョの楽章を挟んだ3楽章の曲を一応コンチェルトスタイルのものとみなしたのです。そしてその形式構成は18世紀の初めのソロコンチェルト、独奏協奏曲というものの発展に密接に結びついているのです。でそういうところからソロコンチェルト、すなわち独奏協奏曲というものはトレッリが元祖だと言われるんですが、これは必ずしも確実とは言えない。がいずれにしてももう一曲、今度はトランペットと弦楽合奏のための三楽章のコンチェルトを聴いていただきましょう。
これがトレッリのトランペットと弦楽合奏のためのコンチェルトです。でこの曲はトレッリが1709年にボローニャで死んだ後出版されたものですが、その頃にはすでにプレモナの有名なバイオリンの名匠ストラディバリア、ガルネーリの一族が盛んに、立派なバイオリンを作り出していたわけで、それがトレッリ一人だけでなくボローニャにおけるバイオリン音楽の発展に寄与したことは当然でしょう。ところでトレッリのことはそれくらいにしまして、次に挙げるのはトレッリより34年後の1692年の4月8日にイタリアのピラーノというところで生まれたジュゼッペ・タルティーニです。でこの人は、17の年に故郷ピラーノを去って、父親の希望の法律を勉強する名目で、パドバの大学に入ったのですが、自分ではバイオリンを練習するつもりではあったようです。ところがフェンシングに熱中して、たちまち、プロをしのぐ腕前になったというんです。そして何をしていたのか、とにかく学校には21の頃までいたらしいのですが、バイオリンの練習をしたのかどうかさっぱりわからないんです。まあ昔の人は人には独学でいろんなその知識や技術を開拓した人も少なくないので、タルティーニもそうかもしれませんが、タルティーニは21の年に駆け落ち結婚をして姿をくらまし、パドワからずっと南の方のアッシージの僧院に隠れていたんです。そしてそこにいるうちに、ご存知の悪魔のトリルという有名なソナータを悪魔に教えられたというんですが、どうも青年時代のタルティーニの行動にはつかめないものが多すぎるんです。しかし1721年、29の年には、パドヴァの聖アントニオ教会堂の学長に任命されて、それ以後のタルティーニの行動はようやくまともなものになり、コンチェルトの作品などはそれ以後に作られたものが多いのです。で今その一つである二短調のバイオリンコンチェルトの終わりの楽章プレストを聴いていただきましょう。これがタルティーニの二短調のコンチェルトの終わりの楽章です。でこのタルティーニは年代的にはバッハとハイドンとのちょうど間の人ですが、芸術的な個性の点ではそのどちらとも根本的に離れていて、いわゆるロマン主義の時代が到来するはるか前からロマンティックなところのある人、つまり生来のロマンティックな人なんです。ところで、19世紀に入りますと4月5日に生まれたドイツの名バイオリニストシュポーワがいますが、この人の有名なバイオリンコンチェルトはかつてこの番組でご紹介しましたので、今晩はそれよりも4月7日に生まれた19世紀のベルギーの名バイオリニストユベール・レオナールのバイオリンコンチェルトを聴いていただきましょう。このレオナールはメンデルスゾーンのバイオリンコンチェルトをメンデルスゾーンの立ち会いの上で初演した人です。で今聴いていただくコンチェルトは2楽章からなるものですが、第1楽章の初めには、オペラから転用してレシタティーフ、序章と名付けた短い部分があり、それに続く部分はプリエール、祈りと名付けられて、このコンチェルトの最も特徴のある部分になっているんです。で今聞こえてきましたのは初めの序章の部分です。
これがレオナールのバイオリンコンチェルトの祈りと名付けられた第一楽章ですが、この曲は日本ではほとんど知られていないものでしょう。では今晩はこの辺で失礼いたします。音楽評論家増澤健美さんの音楽話のくずかご、今晩は4月は名帝金家の生まれ月かと題してお話ししていただきました。来週のこの時間は木村茂雄さんに音楽界世界の長老と題してお話ししていただく予定です。音楽やわを終わります。